セゲド市電は、ハンガリーの都市、セゲドに存在する路面電車。2021年現在、トロリーバスと共に、セゲド交通会社によって運営されている。現在のハンガリーの都市であるセゲドには1850年代以降、乗り合い馬車が運行していたが、1879年の洪水からの復興を経て、再度発展を遂げ始めた都市の需要に追いつかない状態となっていた。 そこで、瀬戸市は、乗り合い馬車に代わる交通機関として、民間資本による馬車鉄道を導入することを決定し、1884年7月1日から営業運転を開始した。当時は、旅客輸送のほかに、貨物輸送も実施しており、前車は馬車、後車はスチームトラムが使用されていた。 開通翌年の利用客数は30万人に達し、以降も順調に利用客数を伸ばし続ける中、さらに輸送力を増強させるため、運営会社はより先進的な交通機関である、路面電車により既存の馬車鉄道の路線を置き換えることを決め、1907年に許可が下りた後、1909年以降、順次路線網の電化が進められた。その後、第一次世界大戦後は、 経済の低迷の影響により、旅客、貨物ともに輸送量が大幅に減少する事態に見舞われ、さらに運営企業についてもいくつかの事業者の手に渡り続け、第二次世界大戦海戦までの路線の延伸や近代化はごく小規模に止まった。戦時中、大規模な破壊を免れたセゲド市電は終戦後早期に荒廃した施設の復旧が進められ、貨物列車も 生活物資輸送に一役買った。一方、1945年には運営組織が公営化され、1950年以降は、セゲド路面軌道公社、路線バスの運営に参入した1955年以降は、セゲド交通公社という事業者名に改められた。社会主義時代の1960年代以降は、開通時から使用されていた二軸車に代わり、 ブダペストやデブレツェンで製造された連接車が多数導入されたが、その一方で、路線バスの発展に加えて1968年の運輸、郵便省の方針により、輸送力の低い単線区間をはじめとした多くの路面電車路線が、同年代後半から1977年まで廃止に追いやられた。ただしオイルショックによりこれ以降の廃線は行われず、残された路線は、 線路の移設を含めた近代化が進められた。ハンガリーの民主化後、1990年代には長年使用されていた連接車に代わって、チェコ製のボギー車が導入された一方、2000年代以降は路線網のさらなる近代化も進められており、特に2012年3月3日には新たに2号線の営業運転が開始されている。 車両についてもドイツ各都市からの譲渡による輸送力の増強が図られているほか、2012年以降は、ポーランド製の超低床電車が導入され、社会主義時代の連接者の完全置き換えが達成されている。一方、運営権については民主化に合わせて、セゲド氏へ権利が移管された後、1994年以降2021年現在まで、 有限責任会社のセゲド交通会社が運営を実施している。2021年7月現在、セゲド市電で運行している系統は以下の通りである。2021年現在、セゲド市電に在籍する営業用車両の形式は以下の通り。これら以外にも、社会主義時代に生産された連接車をはじめとした歴史的な車両の一部が胴体保存用として在籍している。 セゲドと近隣都市のホードメゼーバーシャル兵の公共交通機関の利便性向上を図るため、両都市を結ぶトラムトレインが導入されることになっているが、そのうち、セゲド市内の区間については、ハンガリー国鉄との連絡線を建設した上で、セゲド市電の1号線へ直通運転を実施する。運行開始は2021年を予定している。ありがとうございます。